終わったの？まあ、もう全部は解けないんで、これ言いましょう。はい、何番でした？一応言ってください。これあんまり言うと、どうだったら終わりちゃうから。何番？黒のフォーカスの100例題なの？ないです。だから一応これ言います。これですね。これの最大最小はもう意味不明でしょ。このグラフ書きますか？困るよね。これって俺は思うけど、どうやって分かるんだかってね、知っとかないと無理よね。じゃあどうするかって、これの最大最小はっていうときに、もうすいません、知らないと解けません。これを系統置くっていう発想がないと不可能です。これを系統、要するにこの値が系という値になるだろう。まあ、どうぞ来てください。はい、そしたら、こう置くことさえ理解できれば、こういうふうに触れるんです。こうやって分母払っちゃうんです。そうなんです。こういうつらいことやっちゃうんですね。で、あとは移行していくんですよ。kx 次乗プラス 3k マイナス x プラス1イコール0って言ったら、二次関数になってるわけですね。しかしこれないよね。こうなんです。だからこれ同じで同値って持っていくんで、こう持っていくんですけどね、まあ、ちょっとこう入らないって分かりましたから、こう持っていきましょう。そしたらこう、要するにこれとこれは同じということです。同じになります。そしたらこれ二次関数やからハンドリングで僕たち扱いやすいんです。分数関数は扱いにくいけど、これは扱いやすい関数になりました。そしてこれの最大最小はって言っても分かんないよね。だけどここにもう一つ重大なヒントが伝えています。実はここに皆さんが知らないヒントがあって、実は虚数というのがあります。虚数というのには大小がないんです。これはちょっとネガティブなやり方ですけどね。大小ないということは、今大小を議論しているということは、大小を議論しているアーギュメント、議論、漢字ごめんに、はいはい、そうですね。さすが高校入試頑張ってますね。ということは、これは x は実数なんです。まあまあ、もう正確に言うと x 次乗プラス3の x-1 は実数だって言ってます。実数です。わかりました。そしたらこうなったら、この x が実数を取る条件、実数ということはこういうふうになっておかないといけないんですね。こうなる k はダメなんですね。罰なんですね。ということは x が実数を取らないといけないということは、この式、例えばこれ fx と置きましょうか。 fx の判別式が、判別式が、あ、これもいいですね、0以上ということでやります。そうすると K の範囲が出てきます。あ、もちろんこれだから K は一応ですね、これはポイントでね、 K が0でないということです。判別式を使えるのは二次関数だけです。だから K が0だったら一次関数になります。だから K が0の時は倍分けをします。実際0を代入して、0、0マイナス x プラス1イコール0だから x イコール1だから OK です。 OK です。実数取るんです。取るんです。取るんです。だけどこれで判別式を取ります。そしたら判別式をすると k の範囲が出てきます。そしたら k の範囲が、もうちょっとすみません時間がありませんので、 k の範囲が出てきたとしましょう。ああ、でも小数で解きましょうかね。これを判別式は、すみません、 d イコール b 次乗、 b って言ったらマイナス1の次乗、すみませんね、小数になってませんけど、4AC です。こうなんですか。そしたら、マイナス 12K 次乗、マイナス 4K プラス1か。うおー、見てください、これ。で、これが今どうなってますか。これが、0以上だったら、x は実数なんですね。 k の範囲は
6分の1ですね。k がマイナス2分の1から6分の1ですね。で、これで k の値が出ました。k の値が出ました。あ、罠じゃありませんでした。そしたら、マイナス2分の1から6分の1ってことが出ましたので、で、これでどうだったかというと、今、k が0のときと、k がマイナス2分の1から6分の1になりました。ってことは、k っていうふうに取ったら、マイナス2分の1から6分の1と、もちろん0も OK です。k が0のときも確認しました。実数があるということで、x イコール1ってことで OK です。ってことは全部 OK です。もしこれが k が0のときなかったら、0を外されてください。で、今、k というのは何なのかというと、この値のことですね。で、この値はなんとマイナス2分の1から6分の1まで取るんだ。ということは最大は6分の1なんですよ。で、こっちは最小という。難しいよね。こんなわかんないよね。一回こういうのを身につけるというね。最大最小の時こういう解き方が。で、あとその時で x の値を求めなさいと言ったら、ここに6分の1入れれば、あとはここに入れるし、あとマイナス2分の1入れればここに入れる。で、これ二次方程式が解けます。いいですか。ちょっと今日は早かったんですが、こういうのありということです。いいですか。じゃあ、メモを取って次は5行目だと思います。はい。